こんにちは、りょうこばあばです。今回はですね、春のお花をね編みたいなと思って、ネットで春のお花って検索していろんな花が出てきたんですけどね、その中で私が編めるかなと思うようなのをちょっと選んで編んでみました。試作っていうか、もうだいたい見てや編み直したり、葉っぱの形がね違うなと思って、なるだけそのお花に近いような形に編みたいなと思ってね、こんなして編んだんですけど、まあ使った糸はねいろいろコットン糸だったり、レース糸の20番だったり30番だったり、これなんかビーズもね使って中に編み込んでいるんですけど、もう糸はね自分のところにあるねいろんな糸があるので、そのお花を見ながら、あこんな色だったらこの色がいいかなとか、そういうのをちょっと組み合わせて編んでみました。と最初にこれはパンジー風にちょっと編んだんですけど、これなんかね触覚つけたら蝶々ですよね蝶々にも見えるし、まあ、パンジーと思って編んだんですけど、これはもうちょっとね改良する点がねあると思います、パンジーの場合はね。でこれはクレマチスですね。花びらが6枚で中にね、クレマチスもほら白っぽかったり紫だったり薄紫だったりいろんな色がねあるので、こう見ながら白だったら中にこう紫っぽい感じだったし、レース糸の30番でこれはね中の方を編んでるんですけど、でこっちのパープルの方はちょっとレース糸の20番で編んだからね、これはちょっと一回りちっちゃくなったので中をこんな感じでしてみました。他これはネモフィラという花があるんですけど、こうなんちゅうんですかね、こう地面をこう這うような感じで、もうほんとちっちゃい小花なんですよね。パープルっぽい水色っぽい感じかな、写真で見たらそんな感じでした。でちょっと合うような糸がねなかなかなくて、とりあえず家にある糸でねちょっと3色でこう編んでみたんですけど、この花は花びらが5枚ありましたね。こんな大きくないですよ、普通はね。ほんのもうどのくらいでしょうかね、ほんのちっちゃい花がねもういっぱい咲くんですよ。この辺だったら福岡県の能古の島かな、糸島にあるんですけど、そこのなんていうんですか、こう小高い小高い 山じゃないけど、小高くしたところにもう一面にねこのネモフィラが咲き誇ってるんですけど、もう見渡す限りねブルーっぽいパープルっぽいお花がいっぱいこう咲いてるんですけど、そういうちっちゃいお花がね可愛いからちょっと編んでみようかなと思って、花びらを見たら5枚やったし、花びらのね真ん中がこうなんていうんですか、こうへっこんだみたいにこうくぼんだみたいになってたから、ちょっと見たらハートっぽいですよね。こんな感じでハートっぽいので、編み方もちょっと考えてそういう風になるように編んで、これはもう立体的にねこんな感じで編んで、中をこうつけてボンドで留めました。みんな中はねみんなボンドで留めてるんですよね。楽しいですね、こういうの作るのは。こっちの場合全部レース糸なんですけど、こっちの白い部分はねコットン、白い部分はコットン糸で、周りの花びらはねレース糸を使いました。これはレース糸の30番なんですけど、このちっちゃいのは30番の2本取りで編んでみました。ただ花びらがちょっとごついですよね。ごついなと思って、次の4つは30番の細いですけど1本でね
編んだらこうなんとなくこう感じが良くなりました。こんな感じで3色でね編んでみました。ちょっとね細かい作業なのでね面倒なんですけど、こういうの作るのがね好きなんでね、せっせと今日は編んでいました。こんな感じでパンジーがねもう少しこうパンジーのお花みたいに作りたかったんですけど、なかなかうまくいきませんでした。こんな感じで今日はねお花をねもう春のお花を編みたくてしょうがなかったので、また違うねお花も編んでみたいなと思うんですけど、とりあえずね編みやすいお花だけを選んでね今回は編んでみました。で昨日ライブリレーでマイシーさんのね蝶々かな、この蝶々をね編んでからですね、蝶々だったらもうお花ですね、そしたらもう編みたくなって編んだんですよね。で以前桜をねこんな感じで桜の花もね編んでるんですけど、今回はね違ったお花が編みたいなと思って編んでみました。きっかけはマイシーさんのこの蝶々ですね。もう即もうネットで調べてお花のどんな色でねどんな形のがあるのかなと思って検索して、もう実際にお花を見てから形をねこんな感じがいいかなとか考えながら今回は編んでみました。この中のね編んだものをね次回編もうかなと思っています。それをね動画にしようかなと思っています。今回はねこういうのを編みましたという報告です。楽しかったです。また違うお花も編んだりして楽しみたいと思います。では今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。